かくパーで抜ければもうホッとするというホールでしょう。このモネがですね、8度、7度以上8度パってなったとかっていうモネなんて結構きついんですよ。モネは手前が一番、この辺りが今ちょうど今のボールのところまでがモネです。戻ります。加速しました。戻るとちょうどですね、昨日のカップの位置ぐらいのところですね。ここは昨日だったらぴったりっていう感じですよね。なので、僕がこうセカンドラウンドより、サードラウンドの方がボールロケーション難しいかなと思ったのはここなんですよね。フィナウの8番は3打目。フィナウは2オンもできると思うんですが、なんかティーショットがあったのかもしれません。曲がったんでしょうね。